えー、皆様おはようございます、えー、まずですね暗唱聖句から、えー、読んでみたいと思います、えー、ヘブル・人トの手紙の九章中五説じゃあ交互訳の方で読んでいきますはいどうぞそれだからキリストは新しい契約の諜報者なのであるそれは召された者たちが 約束された永遠の国を受け継ぐために他ならないヘブル人の,神の中小十五節ですね、えっと、先週ですね新しい契約という話をしましたけども少し、えー、復習になりますじゃあ新しい契約と古い契約の違いが何かというです、ね、ことを説明いたしました皆さん覚えていらっしゃいますか その中で一番肝心なものといえばですね「地」「地」にあると思うんですよねで。古い契約というものは動物の「地」によって結ばれていくと。で新しい契約は誰の「地」ですかイエス様の「地」「キリストの地」によってその契約が結ばれていくということの学びをいたしました。 で主にですね今日はそのような話になっていくと思います動物の血は私たちを完全にその罪から許すことを清めることができないという話ですよねそれがヘブライ書に書かれていますそしてイエス様の地だけがですね私たちを罪から完全に清めまたあがなうことができるということであります 聖、えー、常という話になりますけども皆様聖城といえば何が思い出されますか聖城、えー、漢字で言いますと聖なるところと言いましてこれは神様のお住まいというふうにですね言ってもいいのではないかと思います神様がおられる場所ですから 神様と関係あるものは全て聖がつくわけですよね。神の言葉、聖書ですよね。えー、神の民、聖とと言います。ですから、えー、聖人は救わ,れなく救われることはできませんけども、聖とは救われるってね。私たちは道徳的に、倫理念的に、いい人間になることが目的なくてね。もう神の民になることがですね。 これが素晴らしい祝福であるということがわかります今週のポイントをですね話をしますと3つあります神が聖女を立てられた目的理由が何か2つ目聖女とキリストの関係3つ目天皇聖女でのキリストの働きこの聖女の話をいたしますと まあ、ス,ムス・アディビスト教会はですね当たり前にねこの聖女の話を今しているわけでありますけども他のプロテスタント教会はですねこの聖女という話を聞くともうこれは旧約聖女にある旧約時代で時代にあるものしかイよス様の十字架によってすでに終わったものというふうに思ってしまいますそして天の聖女とかですね がないのあるいはあの鳥なしの祈りをしておられるという話をしましたらですね私たちを非常にですね白い目で見ていますそういうことはイエス様の十字架のがないはもう完全ではないということですかと言われるんですよねイエス様の十字架によって我々の救いはそこで終わったんだなのになぜイエス様がですね天の聖治に入られてまた我々のための 働きをする必要があるんですか？いうふうにですねあの、言われるんです。まあそういうそのようにあの言われたら皆さんどう答えられますか？うん。えー、そのようなですね答えをまあ聖書を通してねはっきりと答えられるように、えー、やっぱり用意していくということは非常に大切だと思いますね。えー、日曜日の方から行きます。 え関係という,うにあの書いてありますけども、えー、聖書は神様と私たちの関係をさまざまな言葉を持って記しています。えー、羊と羊飼いですね。そして、えー、私は誠の葡萄の木あなた方はその枝である。えー、この2つをですね考えるときにどうなんですか羊と羊飼い そしてブドウの木と枝つながってますよねつながっているつながってますまあこれだけではないと思うんですよねお父さんと子供の関係としても記されていますしあるいは主人としもべの関係としてもですね表されていますとにかくこの2つの関係というものは非常に緊密に密接につながっているということがよくわかりますねえなぜ 神様は聖以上を作りなさいとおっしゃったんだろうか何の目的で何のために出ュ,ュエチプト記の25章8節を開いて読んでみたいと思います出エチプト記の25章8節また彼らに私のために聖以上を作らせなさい私が彼らのうちに住むためである この言葉というものは神様がですね「モーセにおっしゃられた言葉なんですでなぜ神様はモーセにを「聖以を私のための聖女を作り作りなさいとおっしゃったのか、まあ、この言葉の中にその答えがありますよねなんですか何ですか 彼らの家に住むためである一緒に住みたいんだと神様がですねイスラエルの民の間に住むためには神様が住まわれる神の家が必要であったんですよね神の家それが正常であるわけでありますしかしこの正常というものはそのシュチェチビティキの25章9節にありますように、まあ、人間が考えて勝手に作ってはいけないものなんです 神様はモーセにですね、この聖女というものを見せてくださいました。ですから天皇聖女を見て、モーセはですね、その通りに作らなきゃいけなかった。細かく細かくですね、詳細にあの神様はですね、モーセに指示してくださいました。何を使うべきか、どんな材料を使うべきかとかね、全部細かいわけです。でモーセはその通りに従って、 作ったわけでありますね。「列王記上6章13節なんですけど「そして私はイスラエルの人々のうちに住み私の民イスラエルを捨てることはない」同じような言葉であります。「ゼカリア書2章10節主は言われるシオンの娘よ喜び歌え私が来てあなたの中に住むからである」。 我々のうちに我々の間に来られてね住んでくださるまあこれ簡単な言葉で言いますとインマヌエルですよねインマヌエルの神様目示録の21章3節4節にもですね書いてありますようにまたざから大きな声が叫ぶのを聞いた身を神の幕屋が人と共にありということがあります幕屋というものはテントですテント 昔は日本でもですね、キャンプミーティングとかやってましたね。本当にそのままテントを張ってやった時期があったと思うんですよ。テント持って行きますもんね。テント張ります。そういう意味なんですよ。神様がテントを張ったんです。イスラエル人と共に、その中に住むためにですね、高級ホテルを捨てて、離れて、神様の素晴らしいですね、完璧な環境である、その神の玉座を、 天,を天国を離れてですね人間が住まわれるこの汚いところに来て罪深いこの場所に来てですね共に天とを張ってくれたわけですまあ日曜日の方をですねまあ読んでいきますとえここでこの学びでわかることはまあいかに神様が私たちを愛してくださるのか。 いかに神様がですね私たちを救おうと念が取られたのかいうことがよくわかりますね。それで私たちは選ばないといけないと。そのようにやってこられた、そのようにですね、天と果てくさった、その神を私の神として選ぶことが求められているわけであります。ローマ書6章、16節なんですけど、 あなた方は知らないのか、あなた方自身が誰かのしもべになって服従するなら、あなた方は自分の服従するそのもののしもべであって、死に至る罪のしもべとなり、あるいは義に至る従順のしもべともなるのである。これはどういう意味でしょうか。自分は誰に服従しているのかということですよ。お金に服従しているのであれば、 その人はお金の下部になります。お金の奴隷になりますもんね。罪に支配されているのであれば罪の奴隷になります。でも私たちが神様に、キリストに服従していくのであれば私たちは義の奴隷となっていく。ですからそれは自分で選ばないといけませんね。神と富を、ね、同時に選ぶことはできませんからどっちかを選ばないといけないわけでありますね。 この世か天国か選びなさいとローマ書7章の17節そこでこのことをしているのはも,もはや私たちではなく私のうちに宿っている罪であるパオロはですねいいことをやろうと思ってもなかなかそれができないなぜ自分のうちに宿っている罪がそうさせているわけでありますねこれは罪人の嘆願。 嘆きでありますここからですねパオロはカラテア書の二章20節で素晴らしい言葉を告白をしますもんね生きてるのはもはや私ではないキリストが私のうちに生きておられるのであるこの言葉皆さんもうアメンですか私が今生きてるのではない私のうちにキリストが生きておられる 教会で揉め事があって、争いがあって、分裂があって、喧嘩がある理由は、何です自分がしっかりと生きているからなんですよ。自分が生きているから、キリストが生きているのではなくて自分が生きているから、自分が生きている人同士で喧嘩するわけです。変えられてませんね。いろんなもので戦うわけですよね。争いがあるわ,あるあるわけです。 で私たちはパオロのおっしゃったようにですね日々自分自身を死なせる自分の情欲すべてをですね十字架につけるつけさせるというその毎回毎回ですね自分に自己否定イエス様の十字架を背負っていくそのような、えー、経験をする必要があるわけでありますえっと次ですね月曜日 罪、犠牲、重要でありますけれども、これは何です。ヘブライ書九章二十二節の言葉が書かれ、ていますけれども。少し読んでみたいと思います。ヘブル人の手紙の九章二十二節、こうしてほとんどすべてのものが。立法に従い、地によって清められたのである。地を流すことなしには、罪の赦しはありえない。はっきりと言っています。 人間、アダムが罪を犯してから、すぐ始められた制度が犠牲制度でありました。犠牲制度。アダムが罪を犯さなかったならば、犠牲制度はいらなかったはずです。アダムが罪を犯して、アダムの罪が許されていくためには、必ずアダムの地の以外の地が流されなければいけなかった。 ですか神様はですねイエス・キリストご自身を表す象徴するこの動物の血がまず流されるようにされたんです。で聖書に読んでみますと一番最初にの犠牲者アダムが罪を犯してから一番最初に死んだ者というものは誰ですか これ人ではありませんね一番最初に命を落とされたものは羊です羊なぜ革の衣が衣で着せられたと書いてありますからアダムとエバはですね革の衣つまり羊の皮で恥ずかしいところをね覆っていたそのそれは神の約束ですねその約束を着て彼は 東の、エデンの東の方から出ていたわけです。追い出されたわけです。これは神の約束を表します。この一番真っ先に放られた羊というものは、牧師録を交渉に書かれています。誰です主イエス・キリストを表しているんです。ですから、イスラエル人が自分が罪を犯した時に羊を連れて聖女の方へ向かっていくわけですけども、その,その羊というものは誰を表していますイエス様なんですよ。 イエフ様がいつかね子羊として来られて自分のために血を流してくださるということを彼らは信仰を持って信じる必要がありましたしかし残念ながら彼らはですねそこまでいかなかったんです繰り返して繰り返して羊を殺して放ってですね捧げるもののそれがンんリ化された形式式になってしまったわけです えー、罪、犠牲、重要これは聖女の働きを表してますね、うん、罪を犯した者は羊を連れて聖女の入り口の、ね、通っていくわけですそして、えー、祈りを捧げてねそして祈りをしましたらこの罪がですね罪人から羊の方へ転嫁されていきます移ります移されます そしてこの,罪人あのこの羊がですね罪人の代わりに殺されてそして祭壇で焼かれていくわけですそれを神様は何とおっしゃいますいい香りだレビュー金てされますねこれは神様に喜ばれる香りなんですつまり神様に受け入れられたその犠牲そのものがです、ね、受け入れられたという意味なんです しかしヘブル書ー章二章22節ですねここにもうはっきりと書かれていますのは「血を流すことなしには罪の許しはありえない」で旧約時代においてはですねその血というものは動物の血に限られたわけですよ羊とかヤギとか牛とかしかしヘブロー 十章四節見ますともっとはっきりと書かれて,ますあの書かれていますけどもなぜなら大牛やヤギなどの血は罪を取り去ることができないからであると書いてあるんです動物の血は罪を取り除くことができないわけです 本物の地でなければ我々人間の罪はなくならない許されないということですねその本物の地が誰ですイエス様です十字架でイエス・キリストはご自分の命を捧げてくださいましたご自分の地を流しておさいましたそれが火曜日の日代わりということになりますね えっとまあ、月曜日の方ですね、まあ、時間ありませんから開きませんけども「イザヤ書」の53章この「53章」全体がですね「イエス・キリスト」のことについて書かれてるわけです「イエス様の十字架の犠牲、イエス様の贖いの働き」っていうことがですね「イザヤ書」53章に書かれてますので皆さんぜひ読んでくださいばなと思います火曜日「身代わり」ですね でアダムが犯した罪というものはなんかねカインが捧げたようなあの上等な野菜や果物では許されないわけです、うん、必ず地は命は命なんです命は命をもって償われるわけでありますよねでイエス・キリストは我々の身を割りとなでござった そのいくつかの聖句がありますけれども、えー、その聖句を読む前にですね、えー、火曜日のところに、あの問い5番のすぐ下にですね、文書がありますけれども、ちょっと読ませていただきます。身代わりは救いの計画全体の鍵です。私たちの罪のために、私たちは死に値するものだからです。 ローマ書6章23節、まあ有名な言葉でありますけれども罪の支払う報酬は何ですか死であるですからこの罪というものはもう良い行いだけではなで、ね、くならないものなんですよね水で流せないものなんですですから黙示録の7章にですね14万4千人という人々の姿が描かれているわけですけれども 人人弱音は聞きますすねね長老の一人にです、ね、それではその長老さんは何と言ってますこの14万4千人というものはどないとみんな白い衣を着てるんですけどもその白い衣はどうやって白くなりました子羊の地によって洗って清められただから白いんですよ。ね我々が見たら 白いというものはこれが白いじゃないですか。私が着ているこのこれ白さ。でも神から見たらこれも汚れているものでありますよね。神が見る一番真っ白さというものはイエス様の血の色です。血の色。これが神様から見た一番真っ白です。マタイの26章、28節、戦争生産式でイエス様は何とおっしゃいました これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の地だ。もう契約ですね。契約の地であると。エペソードの2章13節ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが今ではキリスト・イエスにあってキリストの地によって近いものとなったのである。 もう切れがありません。生育いく,つもいくからでもあるわけですよね。第一の手紙、ペテロ手紙ですね、一章十八節なんかは見ますと、あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来のくそな生活からあがない、あがない、出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのものではなく、十九節、傷もシみもない、皇室時のようなキリストの 尊い地に負ったものであるイエス・キリストはあの、まあ、バプテスマ・ヨアネが叫びましたね。見よ世の罪を取り除く神の子羊だ。イスラエル人はもう何,何千年の間ですね、この羊を待っていたわけですよ。メシアを待っていましたよ。で、イエス様が現れた時は彼らは。 拒んししまいまいたねあれほど強く大きくですねバプテスマのヨアネが「イエス様に向かって見よう世の罪を取り除く神の子羊だ」と言ったとしてもそのイエス様に従った者は2人しかいなかった誰ですアンデレとヨアネしかいなかったんですよねまあその後あの新約聖書」「福音書」見ましたらイエス様は「 断られますね断られて拒まれてどうなります十字架につけられるわけですよご自分の民のところに来たのにご自分の民はイエス・キリストを断ったんです拒んだんです羊として現れたイエス・キリストがですねさらにまた水曜日に行きますと大祭司の働きをされるんです でイエス・キリストの役割イエス様の働きというのは様々ですね羊の役割もしてくださる最祀の大祭祀の働きもしてくださるんですもっと言うならば審判者の仕事もしておられるんですよ王の王様としての仕事もしておられるわけです私たちを救うためには何でもやるとどんなことでもやるとイエス様もおっしゃるんですよね 我々のために死んでくださったイエス様は、また我々のためにりなし塗院をしてくださる、大祭司となってくださるんです。その方がまたですね、審判者でもなってくださるわけです。裁判官ですね。その方が私たちを永遠に支配する愛の王様として立ってくださるわけです。 時間になりましたので終わりにしたいと思いますが、えー、本当にですねこここの,、えー、この学びこの「聖書研究会図」に書かれている聖句をですね皆様がですねここに書かれている聖句を開いて読むだけでもうですねかなり恵まれます恵まれます、うん、でそのようなイエス様がですね間もなく来られる。 施政所でのその趙山審判、再臨前審判を終えて我々をですね迎えに来てくださるという素晴らしい約束がありますね我々が待っているのはイエス様であって他の誰も誰もありませんそのイエス様がですねまもなく来られますから私たちはどうすればいいでしょうかそのイエス様を迎える 備えをしないといけないわけですね。はい。はい、これでこの時間をですね終わりにしたいと思います。えー、それでは目的を持って終わり終わります。